沖縄水教連の明日は会社を休みます。はい、乾杯。乾杯。よし、よし、よっしゃ、戻ってきました。やっと3人揃いましたね。はいはい、やっと3人揃いました。これいつぶりですかね。もう2週間ぶりじゃないですか。いや、もっとじゃないかな。1ヶ月ぶりぐらいですかね。まあ、要はその横浜行ってたのと、私はちょっと消えた回と消えた回と幻の回とワイパーがダウンしてたの先週で、とりあえず3回ほどは揃ってなかった、揃ってなかったので、じゃあ今日は改めて3人揃ってワイパーと下田と智也で1時間頑張りましょうか。頑張りましょう。久しぶりに3人いたらいたでちょっと油断してしまうというか、誰かが喋るだろうみたいな空気が出ます。いや行きましょうか。もう今日はタクは任せてください。今日は大丈夫ですよ。それね、先週アイパーの大切さを知ったよ。先週俺お家で見てたんですけど、お9時になっても始まらねえと思って。先週どんなだいぶ始まる前ドタバタしてなかったですか。してると思う。それ先週はそうね、ギリちょっと仕込みと言いますか、その先週のコワンさんにちょっといろいろとスタッフとしてこの転換時間の間でやらないといけないっていう。そうですよね。そうなんですよ。すごい申し訳ない気持ちで、ちょっと直前までどうしようかっていう、どのシフトで行こうかっていうことで考えてたので、いやもうおしろさんにタクを固定してもらってやろうかとかだけど、まあミュージシャンなんでいけるだろうと、ミキサーぐらいいけるだろうってことでやる側ですからね。そうギリギリで頼んだ感じで、まあ結果なんとかうまくいき、そうですよ、平和に。一番スタッフっぽかった。なんか FM 那覇のスタッフの方が入ってくれたんだと思ってたんですよ。スタッフ感半端なかったよく見たらあれコアンと思って。そうだね。無口だしね。全然喋らなかった。無口全然喋らない。ね、普通よく書いてて喋りそうだけどね、あの人。全然よく全然喋んないし、表情もなんかもうずっとなんかフラットで本当になんかスタッフでした。スタッフだったよね。向いてるはずなの。向いてると思いますよ。ね、100点のスタッフだったよね。向いてるって褒めてるのかどうなのか全然分からない。褒めてるよ。裏方向いてるっていう。なんだろう、クールだねあの人。表に出る人はやっぱ裏方あってのものっていうことが強く認識されましたね。そうだよ、みんなそれぞれやっぱり大事な立場があります。そうだよ。でもエマさん、まこっちゃん、こんばんはということで。あ、こんばんは、ありがとうございます。いつもいつもありがとうございます。はい、こんばんは。やっと揃いましたね。はい、ちょっと緊張してますね。体調管理はみんな気をつけましょう。本当にこの時期大人なんだし、一応大人でもダメになるんだよ。だから僕も先週ちょっと熱出てすぐ抗原検査キット買いに来ましたもんね。ああ、まあもうね、大したことなくて何よりでございます。全然、はい、もうただもう1週間ぐらいずっとお腹壊してたんで、やばいね。食中毒かっていう疑いも出たんですけど、1週間だと食中毒レベルじゃないっすよ。で食中毒で最初の方で発熱したのかなとか、うん、そうよ。で発熱収まったけど腹痛だけずっと残っててみたいな。本当に日曜日ぐらいに治ったんですよ。腹痛は。お、よかった。ちなみに僕も同時期から腹痛、お腹下してて、ずっと。あれ何、多分先々週末に2人で食べた何かが原因じゃないかなっていう。先々週末横浜、いや、名護ですね。あ、名護か。いや横浜だったらちょっと怪しい人に盛られたんじゃないかなって。もう食中毒とかじゃなくて良くないものを盛られたんじゃないかなって今ちょっと疑ってしまったんですけど。変わった味噌とか、変わった何度見そうかもしれないしね、なんかよく分からないもの入れられたかもしれないし。まあ名護でどこ行ったかって言ったら営業妨害になるんで店の名前出せないですけど、まあでも多分まあそれも違うとは思うんですけどね、うん、たまたまだと思うんですけど。いや、こんな時間差で来ないよ、だって普通に。そうっすね、来るのかな。自分もでもなんかもう熱上がって、あ、これはちょっとかかっちゃったかなと思ったら、カキだったことがあるんです。ああ、食中毒。そう、もう今ややこしいから、めちゃくちゃ。ややこしいんですよね。なんか体調壊しちゃっただけでもうコロナか。そうです。PCR 受けたか。そういうことです。もう怖いよ、もう本当。まあこのご時世ですから、あともう半年1年過ぎればもう収まってくるんじゃないですか。多分新しい病気で大騒ぎしてるんじゃないまた。
じゃあその人の歴史ってこう感染症との戦いですからね。そうそう、この前回の NHK で見てたあのスペイン風邪の特集とかも、ああ出た、全く一緒なんですよ今のこのコロナの状況と。そうね、そうだろうね。マスクしてないとなんか甘くなる、あの変な目で見られるようになるっていう。あ、そうなの。あの時代もあったんだ、そんなこと。やっぱそうか、もったいなかっただろうね。でもその偏見とかそういういろんな意味で、まあ、あの時もっと、もしかしたら、あ、どうだろう、原因が最初は分かってないですからね。ね、分かんないから、分かってない状態で始まってるんで、恐ろしや。もうほんと人の歴史は感染症との戦いですね。感染しましょう。あのいろいろ。で、ど、下田さん先週大丈夫でした？先週なんかあの僕と友也さんの間では下田さんと連絡取れないっていうことでだいぶ心配してたんですけど。連絡取れたはずよ。全然返信来ないから。返信？日曜日の夕方に取れたんですか？返信は来ないかもね、状況によっては。一応あの心配だったから下田さんち一回見に行ったんですよ。倒れてないかと思って。マジか。で、玄関も勝手口も開いてて、あ、まあ、これはまさかと思って。玄関はミスだね。あの たまに開いてる、確かに。で、中見渡してもいないし、勝手口は一応開けてる。あので、もしかしてと思って裏庭で転がってるんじゃないかと思って。だったらまだいいよね。裏もチェックしたけどいないんで、あのトイレ借りて帰りました。マジかよ、マジかよ、マジかよ。ただうんこしに行っただけでした。あ、全然いいよ。あの買ったこと開けとくんで。その後に俺に LINE 来て、下田さんいなかった、だから多分大丈夫だはずで、あのお腹痛いの治ったっていう、下田さんの家で改便したよっていう LINE が来たんで。なんかそれどういうことよ。よかったわ。じゃあなんかただこの割れた写真だけが気になってますね。割れた写真、あ、そう、写真割れてたよ。なんかあの学部、長い学部地の写真が、あ、そうそうそう、あれうちの割れてて先祖というか、あのもう何十年の間のうちのまあ親戚とか、あの家族だけじゃなくて、うちの写真めっちゃ歴史あるんで、あのそれこそ戦後間もない時の白黒の写真から、まあでもギリ80年代かな、俺が生まれた時から飾ってる写真があって、それが起きたら割れてたわけよ。あの上ね、飾ってるやつね。あ、落ちてってことですか？落ちてったね。俺も気づいて、はっ、これなんかこれと思って、割れてなんかこれと思って、一瞬で。まああのビニールの紐で上にくくってるだけだったから、あれ。ただそのビニールの紐さ、俺が生まれた時から多分くくってるやつだわけさ。多分約まあ40年ぐらいぶら下がってた。そうそうそう、ぶら下がってたやつ。それ劣化しますよね。経年劣化しますわ。一回自分がその家を飾る場所を変えろって言われて、仏壇周りは良くないよって言われてからさ、仏壇の横は良くない、上は良くないんだ、あの家をね、先祖とその、あ、先祖の写真、うちの家族の仏壇上は良くないらしくて、外してってなんかだから言われてから、まあ横にその写真が飾ってあったやつを俺が一回だけ移動したの、 2,3 年前に。まあ、僕の移動した時のくくり方が悪かったのかもしれないです。だから酔っ払った誰かが割ったとかではないんですね。でも俺もびっくりしたよ、なんか誰か来たのかなとか。ちょうどその時夢見てて、外が洪水になって、洪水になって水がさ上がってきて、智也が開けた玄関のさ閉めてたんだけど、どんどん圧が加わって、最後バリーンってボーンってあの水が入ってくる夢を見たんですよ。家の外から洪水の水が流れ込んでくる、そう、流れてあの玄関壊れる夢を見て、起きて一応確認しに行ったら、一応本当にガラスがこれが割れてたから。これ多分先祖からのなんかのなんかあるんじゃないかと、なんかのサインだと思う。俺今やってることなんか間違ってることがあるんじゃないかなと思って。道を正してる、なんか危ないっていう。そうっすね、私の水回り気をつけるよってことじゃないですか。今の、いや、ちょ、夢占わないって大体調べるっすよ、面白いから。今の現状を何だったかな、どうにかしないといけないと思ってる状態みたいな、なんか全部当たってるっす。そうですね、洪水の夢みたいなの見たっすよ。洪水の夢、あ、一回リセットしたいってことですか？いや、なんか洪水で流して、なんか一応あんまりよくなやないっていうか、ちょっと注意喚起の夢みたいな。あ、警告、警告の現状をどうにかすればみたいな。何回か見るんですけど、夢占いしたら大体この内容なんで当たってっす。じゃあもう夢占いで洪水で写真が割れてて、写真が割れてて、フラグがビンビンじゃないですか。僕今何かが全部良くないんでしょうね。もう6月入ったら変えていきましょう。そうだよね、もういい加減、もう梅雨と一緒に流して、梅雨まだ続くよね。まあ6月半ばぐらいまで。オッケーです。結構長い。くそ、そんな長いの？だいたい6月半ばぐらいまでですよね、平年。異例の日ぐらいまで。雨多いね。そう、もう湿度が高いと
洗濯もダメだし、ギターもダメだし、もうやることないっすよ。でも沖縄って日照期間がやっぱり日本で一番短いということで、実は。あ、そうなんですね。そうですよ、そうなんですか。あ、曇りが多いってことか。なんか沖縄トレビアでそう書いてあった、何かで。これは松岡修造来てもらわないといけんですね。そう、そうじゃねえけどちょっと僕のお酒作ってもらっていいですか。あ、そうです。久しぶりの日照時間絶対長いと思うんですけどね。なんか極端に 1,2 月が短いってなんかに書いてあった。東日本とか、あ、 1,2 月が年間を通してってことですね。ただ この何ヶ月見てると本当に少ないね。な、年中梅雨みたいな感じだね今。何ヶ月もずっと。なんかでも沖縄って大体あれでしょ、ピーカンの沖縄といえば常夏の楽園みたいなパンフレットとかあるわけでしょ大体。大体そうですよ、沖縄のイメージは。まあ、実際違うわけですよ。まあ、人間も一緒っす。人間も実際そうじゃないと。沖縄の人の温かさとかそういうのは全部まやかしで。ふざけてくると。全員も人によると、こんなものは。そりゃそうっすよね。そりゃそうですよ。人によりますよ。日本だけじゃなくて、世界中人によるんですから、いい人か悪い人か。そうっす。沖縄水郷連、そして我々はそれを、そして僕はですね、そのことをね、強くは訴えたくないですけど、ほのかには訴えたいです。無視はしたくない。沖縄は曇りが多い。沖縄の曇りを晴ればっかこのピックアップしやがってと雨もありゃ曇りもあるって話なんですよ、私からしたら。これもうちょっと私の話になるんですけどね。人間もそうなのよ。常夏の人は陽気でなんとかとか、俺も言われたことあんねよ。ツアーバンド迎えに行って、空港で、下田なんかいつも迎えに来てくれるのありがたいんだけど、なんかこっちはさ、あれじゃんみたいな、沖縄って言ったらもっとウェーって来ると思うんじゃんみたいな。いや、お前なんかいつもそんなことないっすよね。そう、そういう話ですよ。こっちはいつも沖縄なんだから。沖縄の人結構物静かですから。そうですよ。むしろ無口な人多い。無口で島飲んでるみたいな。そういうことよ。またこんないつもいつも沖縄のなんかよくわからないキャンペーンばっかりやりやがって。みんなアロハシャツ着てると思ったんじゃないですか。パンフレットが滑ってじゃねえんだよこっちは。ちょっと毎日ゴーヤー食うわけじゃないですからね。そうなんですよ。沖縄そばも毎日食うわけじゃないし。逆にちょっと日本そばの方が好きかもしれんぐらいだもん。ほら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 。富士そばがね、沖縄進出してほしいってみんな言ってるもんね。みんな本当に。俺も思うよ。なんだこれ。一応まあとりあえず沖縄は曇り空は多いと。多い、どん天も多い。多いよ、矛盾も多い。悩みが多いんです沖縄、沖縄つって。ピーカンの 日のあの沖縄っていうのは、いろんなこう悩みだったり問題だったりね、人のいろんなこの感情が入り混じった上で、涙も全部。いや、そして晴れてあのピーカンなんですよ。もっとエモいんですよ沖縄の何の話してるの分からん。天気の話したら暑くなるのよ。で本当に今日エモさで言えば、先週っていうか日曜日か、去った日曜日、僕と友也さんとコアンと、はい、後から涼子さんも来たけど、海で飲んでたんですよ。何の夕焼けサンセットで。あ、夕焼け誘われた。俺誘われたわ。片手にあんな日曜の8時に誘われてもさ、浦添に僕は日曜日夜8時夜8時に日曜日夜見逃したの悔しさ。違う、行きたかったけど。でもやっぱり太陽浴びるっていうのは大事ですね、まあ、天気という関わりで言うと。すごい酒美味しかったですもんね。太陽はねやっぱ大事です。あ、でもこんな曇るとか言ってもやっぱり一番晴れ淵なんで、晴れ大好きなんで。ああ、あれなんかさっきと言ってることが全然なんか。いや違うのよ。簡単に晴れを求めるなと、うん、そうなんですよ。沖縄の晴れは貴重なんだって話で、晴れた時は泣けと、泣くぐらい喜べって話です。晴れたらバーベキューしましょう。晴れたらバーベキューしましょう。本当にそろそろ下田バーベキューも解禁、みんな来てください。リスナーのみんな今週末ぐらいできるんじゃないですか。そうですね、大体ね来たら先々週の放送みたいなことになるんで。でもそうですね、覚悟してきてくださいね。何も回ってないんで出し放題ですよ。そうですよ、出し放題じゃないんですよ。私ねいつもねいい加減近所から何か来るんじゃないかなっていうね、何かの怯えて生きてますけど、まあでも大丈夫らしいです。本当にどんどんやってくれて、去年か深夜1時ぐらいに下田さんのこのガレージで夜中1時ぐらいですよ、もうみんなグレー熱唱してて、これやばいね。さすがに1時はまずいんじゃないかと思ったけど、若干だけ距離ある。よく見たらちょっと壁でガチで近いのは隣の人なんですけど、その隣の人たちの方もファンキーなんで、隣の人はもう全然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 って、むしろあの時間から来そうな感じですもんね。
何回か来てる。控えめに音楽流してたら、あの隣の人がバカでかいスピーカー持ってきて、もっともっと大きいの流せって言ってたから。多分あの皆さんが思ってるサイズのスピーカーじゃないですよ。あの何だろう、そうですよ、タンスみたいなの来たからね、うん、タンスの1段目ぐらいでかいやつ、タンスの1段目なの。あげるっつって来て作ったからっつって、自作のやつね。あの人何者なんですかね。ライブハウスで使うアンプのキャビぐらいありましたかね。めっちゃでかかったある日返してくれって言われました。それ返してって言いますよね。俺も返したかったんで返しましたよ。あれ何だったのあれ。で、あのついでに MP3 ももらいましたからね俺。 MP3 もね、あ、なんかもらってたよね、ちっちゃいあのゲーセンとかで撮るやつ。なんかもうまあ大丈夫だということで、とりあえずバーベキューやりましょうか。じゃあ、そろそろ解禁。じゃあ次の週末で、次今度の週末、今度の週末は東京よ。あれ、あ、来る週末はあと要は4日後とかってことですよね。じゃあ下田さんちでバーベキューやっとくんで。やっとく。オッケー、じゃあ空いてるからね。だって僕は今週はね、空いてなくても外さ、外に置いてるからね、あのどでかいあの機関車みたいなあのバーベキューの。あれサイズおかしいですよね。ともやが軽トラで持ってきた。おかしいよあれ。おかしいよ。なんだろう、4畳半の部屋にあの80型のテレビあるみたいな。そうだよあれ。俺ん家に置くあのキャパがね、明らかに変わらないの。あの昔の家にあんなの置いてから、でもアメリカの庭でもあんなでっかいの置かないのに。大は小を兼ねるって言いますからね。大は何だって。大は小を兼ねる。そうだね、大きい方がいいですよ。久しぶりに友也があの作った炭でやりたいですね。あ、備長炭の鬼、備長炭の鬼やりたいですね本当に。ということで、じゃあ完全にメラ体制ついてますよね。みんな来週、なんで来週なんですか。今週じゃないの。今週いないんですよね下田さん。来週いないですよね下田さん。俺来週いない、今週いる。あ、じゃあ今週でいいじゃないですか。 OK、 今週リスナー参加型バーベキュー。聞いてる方、あの今週土曜日、怖さよ。今週土曜日下田さんのお家でバーベキューがありますので、ふるって参加をちょっと振り切っていきましょうか。OK です。なんかとんでもない肉とか用意します。英語和牛とか。 OK です。じゃあ28日ということで。28日、第1回2022年下田バーベキュー。 OK です。途中で僕抜けたりしますけど大丈夫ですか。大丈夫です。予定はそういえばあるんですよ。一応思い出した、今もう喋りながら思い出してるんで、今スケジュールをね、やるって言いがち。いや大丈夫ですよ、ね、いやでも大丈夫っす。あのバスで行ってバスで帰ってきます、問題ない。いやもう、よし、じゃあそういうことで皆さんちょっと予定開けてください。今ツイッターに、はい、チャーリーさんから、さすが乾杯、あ、富士そば来てほしいよね、琉球ゴールデンキングスファイナル進出したぞと来てます。よっしゃ、ファイナル出たんですよね。しかもあのこの決勝進出するチーム決める試合の2試合目、うん、ブザービーターで試合決めるという、うん、めっちゃイケてるじゃないですか。あれは多分見てる人相当上がったと思います。これ沖縄でやってない回、沖縄アリーナで、あー、うん、ホームの良さが、ホームでどこだっけな、島根かどっかのチームとなった気がする。そんなドラマチックにちょっと飾られたらもう、そう、1試合目も20何点差からのまさかの大逆転劇で、それはもうこれ沖縄のスポーツ熱くなるんじゃないですか。そう、沖縄キングス結構好きな人多いですからね。本当に人気ですよね。もうチケットもなんか簡単に取れないぐらいじゃないですか今、うん、企業もめっちゃ協賛ついてるし、すごいね。またこれでどんどんついていくんじゃないですか、うん、このきっかけがあればまためっちゃ盛り上がってるよね。めっちゃ盛り上がってますよ。ステッカー貼ってる人とかいっぱい見るし。私行ったことないです。沖縄アリーナの1階なんかショップみたいなとこ、キングスグッズですごいいっぱいありますよ、うん、あーでもそういう、要はもうあそこはもうキングスのホームで、来年かがこうワールドカップも来るってことで綺麗に作ってますから ね。ビッシュも来るはずだったのに、これなくなって。ビッシュはそうですね、私の。あれビッシュ来たら一発目だったんじゃないですか、アリーナのこのライブ。一発目だったかな、じゃなかったんじゃない。ただあの人たちやっぱすごいね、撮るの早いね。なんかもう去年の
あの6月の18、19でしたね、確か。あそこでビーズもやるんですよね。ビーズも入ってたっけ多分。なんか一番最初ケツメイシとかって聞いた気がする。でもドリカムだったかな。あ、ドリカムっす。ドリカム多分コロナで全部流れてます。そうそう、全部流れて全部ダメになった。一発目が確かドリカム。やっぱりねレベル違いますね。沖縄のアリーナ一発目だからね。あそこめちゃくちゃやっぱ最新なんで設備が素晴らしいらしくて。もだしはやってないですか。はい、もだしやってないですよあやってないですまだ。キンキンでもだしある。その設備が上等っていう情報はもだしのギターのなめらんからの情報で仕事関係で下見にあの行けたと。女子トイレが広いと言ってましたね。そのフェスとかそういうでっかい会場のそのトイレがなんか入り口と出口が分かれてる。そうそう、なんか要望全部聞いた作りになってるって話を聞きましたけど、私はまだ行ったことないんだけど。女子トイレ行くことないですね確かに。いやなんか行ったらちょっと心配になる。女子トイレが広いっていうかその要は男子トイレとの比べてやっぱ面積がそのいろいろと化粧とかそういうパウダールームとこが設けられてるっていう話で。男なんて本当にバケツ1個あればいいんですからね。そうだね、穴があればいい。穴があればいいそうかもしれないけどなんかビップルームもなんかすごいみたいで。ああそう、なんかね上の方にあるっていう。いやビップルームからもだし見たいっすね。水郷連フェスですね。いや 100% 事故ります大丈夫よ3人が翌日消費者金に並んでる可能性あります。とんでもない顔でライブしてると思うんです多分不安に襲われて。スイカのフェスでぎっそりしたライブをスポンサーにちょっとお願いしてもらって。スポンサー全ホレンとかついてましたっけ。スポンサーはオキデンついてなかったっけ。オキデンとオリオンビール。オキデンとオリオンビールでも 3A とか厳しいかもしれないですけど、いやポンジーがいるんでいけますよ。本日まあ都で大坊さんになりますけど。そうですよ今回、まあその第一歩としてですね、我々の水郷のフェスとも言えるべきイベントが宮古島で、まあ、先週もね軽くか重くかちょっと覚えてないけど、まあ、先週も散々言ったけどしゃべくりましたけど。しゃべくりましたよ。まあ話してる内容は本当に間違いないことなんで。ただ先週ちょっとうろ覚え の、 確認中だった方々も決定したんじゃなかったっ け、 今もうそうです。話に出てる人たちは全部決定です。ジョニーさん決定ということで。決定です。前はやっか返事待ちだったけど、一応正式に決定したということで。ノリ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 です。フリアーつって。行きたいって言ってました。行きたい、やばいやばい。オッケーです。我々にも緊張感が走りますこの瞬間に。しかも2 days やってくれるのこれ。まあ、30、31土曜日は確定で。土曜日は確定、それはいいんですよ。土曜日は結構ちゃんとしてるからね。翌日は仕事の都合で戻られると思います。了解です。ちょっと安心します。逆に翌日はねいつもの水郷連にかなり近い感じでやるんで初日はまあまあいつもの水郷連っていうのはただの酔っ払いが集まってる。酔っ払いがグダグダでちょっとライブもまともにできてるか分かんない状態で、なんかね小屋の顔に T シャツかぶせたりするような感じじゃないですか。そうですね。あれをちょっとやるの怖いね、さすがに。そうそう、今普段の水郷連のライブはどういったものかっていう。あ、怖いけどいてほしいねいろんな人に。いや普段のノリでジョニー宜野湾いたらちょっといや気まずいっていうか申し訳ない気持ちはありますよ。いやいやいや、ロックノーラーなんでやっぱりちょっと。ああいうの好きだと思いますけど、ね、そう、絶対俺はそれを信じてちょっとぶっこんで、もしかしたらこう面白いことが起こるかもしれないんでいてほしいですけどね。奇跡のコラボとか、奇跡のコラボちょっといてほしいですけどね期待してます実はもう人かに。あ、でもジョニーさんは初日の7月30日土曜日、まあ、これは決定ということだけになると思いますので。だけになる、あ、なるほど、だけになるということで。ゆうちょいるの。ゆうちはゆうちも日曜日帰るかもしれないですねまあその辺はいいとして、ゴヤが帰るっていう情報が入ってきたんですけどね。あれはちょっといかがなもんかです。何でも言わないです。私はツイッターで書きますあ、辛辣なツイッターで。ツイッターで書きます。まあゴヤというのは沖縄のワンチャイコネクションのボーカルのゴヤ光くんのことですけど。そうっすね。どうっすか、
今沖縄でゴヤ一派っていう軍団ができてブイブイ言わせてるんですけど、ゴヤ一派あの中途半端なことあなんでもないです、あのツイッターで書けます、あツイッターで書けますね、あお命かけて音楽してる人としてはあツイッターで書けますね、 あんな中途半端なことあツイッターで書けます、翔さん出てる出てる、こんななんかぬるま湯のサークルあツイッターで書けますね、すいません、あとツイッターにイエピーから下田さんの後ろに浮かび上がるチャミスルって投稿があるんですけど、どんでいいすか下田さんの後ろ、なんでそれもう、ま、いつもいつもこんなしてから人のこの後ろとか横とかばっか見やがって、下田後ろなんもないんだけど確かに何これ怖いんだけど、え何怖いチャミスル、え向かいのお店からなんか放たれてる、そういうこと、あそういうこと、向かいの韓国焼肉から、えマジ、あビームが来てる、あ向かいの韓国焼肉のネオン管が反射してると、ここに反射してチャミスルの人になってる、チャミスルの下に下田がいるみたいになってるってことですか、ロマンティックじゃん外から見ると、ちょっとロマンティックくれないでいいよ別に、そんなあげるとも言ってないし本当の勇気欲しいとも言ってないし本当に勇気見せろゴヤこの野郎ちょっとあのすいません、何の話っていうかマジで見えないかわからないですけど、都の話、都の話じゃないですよ、あの韓国の話です、韓国、いや韓国の話はもうチャミスルで終わりです、あっちでも返してやりたいわ、今対面でね見えるっすよね、あのガラス越しに、あっちのあっちもガラスの内装というか外装なので、いつかそことコラボしたいっすよね、いいですね、そうですね、今見えてるんだよね席がガンガンいつもいつもイケイケの女子がね出入りしてるっすけどね、まあまあそういうのもありつつ宮古島がとりあえず控えてますね、今盛況レイン宮古島夏休みスペシャル、やべえ7月30、31の 2days ですよ、いや本当にまだ全然飛行機は間に合うんで、まだまだまだいける、全然まだ全然したらまだそんな変わんない、1万円台で、そんな1万以内で、1万以内でね、まだ全然今なら行けますんで、ちょっとあのこの後グイッと上がるはずですよ、ちょっとすみません、明日にでもちょっとあの主催とかスポンサーとあの箱と確認してですね、これ本当今この情報はあのラジオ の放送だけなんで、はいはい、あのちょっと決定しつつあのとりあえずネットの方で情報を上げてですね、ちょっとフライヤー作成もう同時並行でやるんで任せてください、ちょっとイベントに関してはもうプロなんで怖いまだ今ツイッターにあのタカさんからあの分かりやすい写メが上げられてますね、はい、これはもう下田チャミスルの様子が何なのそれ、よく撮れんのそんなの、これあのリスナーの皆さんのツイッターでチェックしてみてくださいハッシュタグ沖縄水郷連であの見れるはずなんで、見てもへーってなるだけの、だってにギャラリー来てないな、そうですね、はい、つまりちゃんと正式な告知を近日中にしますけど、まあとりあえずでも今決まってるやつというか、まあ、まあほぼほぼもう決定なんですけど、ほぼ決まってますよ、これ以上変更ないと思います、そうなんですよ、ただ宮古から誰が出るかってまだあっちからちょっとどうなる、増える可能性はあります、ただただもう決定なので、もうこれは絶対出るってやつで、水郷連 in 宮古島7月30日土曜日が一応あったグッドラックっていうお店でちょっと決まってます、はい、いい店ですよ、でこれあの結構広いしね、なんかそうだよね、行ったことあるのと思うよ、ナイス、オッケー、確かにネットで見たらあのちょっとチャタのモズっぽかったよね、なんか見た感じなんか綺麗な、ちょっとなんかジャズバンドとかやりそうな空気の着席の感じでなんかやってる気がして、なんか都っぽいじゃん、都っぽいのかな、ちょっと楽しみですけど、出演がですね、これ振り分けられてんのも土曜と日曜は、いやこれから精査します、まあでもとりあえず土曜はバンドがやっぱ出るってのがでかいんで、土曜はバンドメインで、バンドメインでもともとやる予定なんで、ちょっと結局その弾き語りを日曜日集める予定だったんですけど、で土曜バンドってやったけど、やっぱそのなんだろう、スケジュールの都合上結局土曜日にも弾き語りを入れることになったので、とりあえずバンドから言うとですね、ハラヘルズ土曜日ですと、ショッキングモモイロ、そしてブラックワックス、はい、そしてこれどうなの、弾き語りの人は誰、ジョニー・ギノワン、佐喜眞雄一、そして不本意ながらゴヤ三次、ゴヤ三次この野郎まあゴヤは出さなくてもいいんじゃないですか、最悪出さなくてもいい、じゃあいつ何しに行くの、遊びに OK です、都の風を感じてもらいましょう、 OK です、わかりました、ローディーに回ってもらって、みんなのそうということで物販とかやってもらって、まあ、日曜は、まあ、要はもういつものね水郷連メンバーがとりあえず決定ということで、まあ、友谷アイパー下田、そして、秋吉まんじゅう
キャッシュマンチュー、まああの先週スタッフやってくれたコアン初見を思えるのコアンはこの日はソロで出てくるって、はい、今この内容でいいですかね。あれもっといなかったですか。僕は今そのメモを見てるかメモを見る限りではこんだけですね。これやばいっすねちょっと確認します。宮古の方のメンバーもっと集めてたんですけどちょっとこれはやばいぞこれやばいぞ。これ大丈夫ですよ。ノリで土曜はまあ大丈夫でしょう。土曜日の出演者がノリでそのまま日曜日もってなると思う。そうでしょ。俺はまだいるよ。ブリハーっていなさっきいないって言ってたもんだって。もう日曜は分かりました。まだ場所が未定なので。あ、これは別の場所で考えてるんですかね。はい、海沿いかもしれないですね。あー外、はい、いいんじゃないですか。さっき海がいいとか言ってたでしょあなたたちは。いや本当に海いいっすよ。宮古もっといいはずだから。星砂に座ってからちょっとあの歌いましょうかね日曜日は。ドイツ村でやりますか。ドイツ村でドイツ村のドイツ村って何なんですか。あるんですか。なんで宮古にドイツ村があるの。いやドイツ人が漂流したから昔。あそういうこと。それで交流があるのよ仕事中に行きましたね結構ガチな場所っすよね。ガチな場所っすね。ただ仕事中に行きましたね。なんというかなんというかね作業着で行ったので一緒に行った人となんていうのかな上のドイツ村でしたっけ。そう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 。ああいう時って想像するよね。誰と来たら楽しいんだろうって本当はごめんなさい。やばい声が唯一でかくなった。本当はここにピークつきましたね。本当はここに赤行ったんじゃないか。誰と来れば楽しいんだろうって思いながらちょっと仕事の合間にあれは多分10年後ぐらいに小さい子供とかと行くと一番いいと思いますよ。いや僕ら本当人生をかけて下見をしてるね。ずっと下見を。そのまま終わりそうなんですけど。いや来世で取り返しましょう。来世でまた会おう。やっぱりそうやし終わるんやしやっぱ来世も人間だったらまだいいんすけどね。来世がなんかカブトムシとかだったらもう汚れ多いからドイツ村もクソもないですからね飛行機乗れないし違う生命体でドイツ村に行く可能性ありますよね昆虫とかになって諦めよう。もうウリミバエとかでウリミバエの話はやめろウリミバエの話はちょっといや昔そこで働いてたからっていう個人情報をちょっと一応ちゃんと CD 持ってきてるよ、うん、さっき言わせたけど。なんか最近これでもライブハウスも復活してるんですかね。今結構してきてると思いますよ。もう全然やってきてると思いますよ。なんかちょこちょこね、まあ、様子見ながらだけどやってたり、このすぐ近くのサウンズグッドも、はい、まあ、やってたりなんですけど、ある日問われる人間からなんか連絡が来てギグ昭和がやってるっていう話を受けまして、あ、なんか近々ギグ昭和確かブッキングライブありますよね。そう、そろそろギグ昭和っていうところがストレーマン出るんじゃないのかったっすか。そうそうそう、あ、分かんないですよ。ストレーマンはちょっとストレーマン重いですよ、ギグ昭和に対しては。ちなみに今年というか去年の5月くらいかギグ昭和閉店するということで、全国でもやっぱそのライブハウス閉店の衝撃みたいなのがもうコロナの中で散々全国でもうね、俺もやった、そうっすね、渋谷のブイナスとかやったとことかは本当にうわみたいな、もう名店とかもガンガン潰れてた中で、ヒューマンステージ沖縄だったらね、本当悲しいながら亡くなったとこもあるんですけど、ギグ昭和も亡くなったっていうことで初めてコメントを残して、私結構がっつりいつだって俺はここに帰ってくるつもりなんだっつって残したんですけどね。コメントは何にコメントしたんですか。ギグ昭和ね、ちゃんとに本当にちょっと残念で、ギグ昭和の壁にってことですか。ギグ昭和のツイッターで閉店だっていうことで終わるということで、はいはいはい、SNS 上で、そうですよ SNS 上で引用リツイートかなんかしたのか忘れたんですけどね、やったところですね、元気に復活ということで男塾のメンバーみたいですね、いいですよ別に全然いいっすよそもそも復活というか多分飲食店とかに出る協力金に気づいて、いやいやいや、やめてくださいやめてくださいいや一回本当にいやいや貸し足を襲ってるこれもうこれもこの水教連の内部事情でギグ昭和はちゃんと次に手渡す人が下見まで しに来てるので、本当に閉店するつもりだったとは思うんですけども、あ、もちろんそれはそうですよ。ただ元気に復活したということで万人教そうですね、結果オーライです。あそこだけは一味違いました、いろんな意味 でそのもう最初のお誘いが最近ライブ出ませんかって来て、ミルクのクッキーだったかな、まあ、出てほしいですみたいな。場所はギグ昭和です。うおーってなって、久しぶりにこんなの来たわと、ギグ昭和の誘いが。
今日はせっかくなんでその誘いを来た人の CD を持ってきたって話ですよ。いいすね、これです。よしきカーニバル。よしきカーニバルですね。よしきカーニバルから劇場をやりましょうっていうのが来たので、ちょっと今日よしきカーニバルの曲をよしきくんですね。よしきカーニバル双子ですよね。双子です。双子のあのこれ長浜あのよしきくんだけど。ミュージシャンで。まあいろいろやってる人だけどなんか自転車で世界一周したり本出したりで、あと双子の片割れが、長間博樹ね、あのラジオでかなり今パーソナリティで活躍してますけども、なんか週末のお昼の番組とか、ね、とか、まあ、朝もやってるのかレポーターみたいなのとか、そうそうレポーターからもう何でしたっけ A ランチ、そうなのちょっとから結構出てるんで把握してないです俺も、うん、もう相当活躍してるっすね今、そうそうなんかやってた気がする、よっす、あれひろきね、こっちよしきの方ね、よしきカーニバルがですね、まあ、これでも下の市ね、まあ、結構イベントやったりしてるんですけど、まさか彼から初っ端なギグショーが来ると思わなかったんで、ちょっと今日はですねライブハウスも復活したギグショーはということで、ちょっとよしきカーニバル流してほしいなっていうことで、あ、じゃあファーストトラックいいですか、これは どこ行こうかな、結構ね曲の圧があるのよこの人よしきカーニバルの、まあ、CD 持ってきたよしきだ J っていう CD なんですけど、一、まあ、人ですねこの人、昔バンドしてましたよね、知ってたよ俺対バンしたことないんだけど、多分そっちとは多分間違ったらすごい申し訳ないですけど、あちかじってバンドやったと思います、あ だったはず、あとまあまあどいいっすかね、分かりやすいやつでいいのかな、あの曲名から言うとさ1曲目ソーダル節っていうのとか、1曲目いきますか、じゃあいやこれ多分ね2曲目が分かれいいかもしれない、なんか妖怪塩巻おじさんがいいかもしれない、じゃあ、まあ、一旦聞いてもらってからのがじゃあそうだ、ね、いいかもしれないですね、うん、それがいい、塩巻とりあえず妖怪塩巻おじさんっていう曲ということで、よしきカーニバル、よしきたちより、なんだっけこれ、妖怪塩巻おじさんでしたね。はい。素敵。意外にゴリゴリのサウンドで。ゴリゴリだね。いやなんかこの人いろいろやってるんで、妙にクオリティ高いですよ。この曲も
もう引き続きちょっと流しながら行きましょうか。もうこれよしきね、さっきの流れてた曲、あのイントロで一瞬マッドカプセルマーケットを思い出したんだけど、マッドっすか、歌い始めたら、ね、あの全然吹っ飛んできました。そりゃそうだよね、そりゃそうだよね。どうもあとあのツイキャス高さんへコメントで声ヒロキに似てる。なるほど、似てるってか、まあ、一緒っすよね、やっぱ双子なんで多分ね。あー似てるでしょうね、やっぱそうよね。でもちょっとツイッターのコメント拾います。ツイキャスね、秋吉まんじゅうから来てますよ。宮古島はこれちょっと待ってよ、富これなんていうの、富地が何これ、て泡盛が美味しいから楽しみ。あ、豊見って泡盛なんですかね。その間にそうね、青森上宮だからね、秋吉さんは。わあ、秋吉さんもう逆に水郷霊より島が楽しみなんじゃないですか。さすが、いや一番正解の楽しみ方ですね。そうですね、もうお酒の言い訳ですから、やっぱ我々の水郷霊が宮古島行くってことは、宮古島のお店で宮古島酒を飲んで向こうで経済回すのが正しい活動です、ね、そうなんですけど、これ宮古でこれ声大きくして言えないな。怖いよね。ちなみにさっき日曜はいつもの水郷連って言ったんですけど、一応、まあスポンサーというかそのつなぎ役の寮から、日曜は宮古のラジオの方でも我々ちょっと出るように動いてるということなので、ありがたいですね。いやー、いい、こんなことがあるのかと。死なされていきましょうか。親戚には言えないな。そっか、多分友達さんのおばあぶっ倒れるんじゃないですか。友達のおばあもっと恥ずかしいことをわざわざ年配に乗っけてやるなっつって。帰れってやる。もう来ないでっていう。もう来ないで、もう都来ないでっていう。オッケーです。最近お墓沖縄本島に移したんで大丈夫なんですけど。大丈夫とかじゃないでしょうよ。どう大丈夫なのか分からないんだけど。いやー、もう今日ちょっと吉木カーニバル吉木田 J をついに持ってきましたね。決して時間がないからパッて取ったわけじゃないですよ。誰もそんなこと言ってないですよ。いやそれはもうギグショーの話とかね、いろいろやっぱ熱い話があるんで。ヨシキはちなみにライブ誘うと2秒で返信くるんですよ、 OK の。長年バンドやっててこの人一番早いですね。早いって嬉しいですよね。返信自体も早いし、その返信が出ますってくるので、皆さんも誘ってください、ヨシキカーニバルを。ふざけたやつだよ本当に。やばば。アイパーが聴いててくれた、先週もちょっとね結構熱い感じで曲流したっすけど、とりあえずでも、ああ先週、はい、僕はもう、はい、一リスナーとしてちょっと私一応もうプロデュースもしてたのでね、ちょっと前置きしますと、先週はちょっとワンオピーのあかりちゃん、マジックアイドルと活動も休止入っちゃったんですけど、はいはい、一応ちょっとファンの、ね、目を恐れて言いますけど、まあ、私はプロデュースしてた中なんで一応ね聞いてっていうことでね、ちゃんと連絡したっすよ。おお、しっかりね、先週のラジオ礼儀正しい方なんでね、見ましたと、見てくれたっていうことで、先週ね活動休止、ね、お疲れ様ということで、ね、曲流してそのコメントね読みますね。あかりちゃん可愛いでめちゃくちゃにやけましたっていう。私は別にこれを見てにやけてないですよ。いやいや、僕は翔さん、多分あかりちゃんからの LINE の、 通知音鳴っただけでにやけてますよね。にやけてないです、こんなこと言わないでください。彼女はやめてください。このリュークアイドルとかね、あ昔のカップルでそんなことはない。責任があるので、私はね、これ水郷霊聞けよってね、こんなリュークアイドルの子にこんなことはダメなんですよ本当に。でその後にもうこの人細かいね、ちゃんとベイビーレイジーイレブンも流してくれたんです、ありがとうございますということで、その多分ねバックで流してたんですかね。ああはいはい、そうということで、ちゃんとコメントいただきましたので報告しときます。はい、大丈夫ですね、これは共有しないと。なんで、でももう今週は聞いてないという、ね、いいです、別にもう。もういいです、6泊ね。いや、聞いてくれてるよ。いや、ちょっと、あかりおたの皆さんはね、こういうね、僕のけしからん情報をちゃんとキャッチしてほしいがために、追加で聞いてくださいよ、ちょっとルードローさんの皆さん、ね、チェックしないと。もしかしたらすごい爆弾情報を飛び出すかもしれない。ねえ、だからこのねえ、よくないじゃないですか、こんなあかりちゃんから直接コメントもらったとか。見張っとけよちゃんと。っていうね、ちょっとフォローを入れつつですね、ということで、まあアイドルからもねちゃんと来たということで、
ちょっと本当にあのゲストの方がですね、そうだ近々ちょっとまたその水面下で話が進んでて、6月の方に大物ゲストが来るんじゃないかっていう話が進んでます。こカレー屋の、はいはい、カレー屋の彼です。出たいと、出たいというのが入ってきましたんですけど、ぜひぜひ、ちょっとゲストのシフトをね、本当にこれもったいなくて、これゲストのシフト、もうはっきり言ってゲスト呼べないっていうのちょっと我々の力も半減してるがゆえに、ちょっとよく分かんない雑談がガンガンやってると思うし、ちょっとね、あの抹消される回ができるわけって言い訳じゃないですけどちょっとちょっとゲストはもうあのここぞという時に呼ぶべきですよ。いや今回の人はもうここぞの人なんで、頻繁にゲスト呼ぶのはちょっとまた違う気がします。いやいや呼んでいってますよ、だって面白い人いっぱいいるから。確かにいいですよ。あどうせ変わんないですよ多分内容。あのちょっと難しいかな今、ちょっとなんかね、なんとかしたいところであるんですけど、またちょっと皆さんお楽しみにということで、はい、6月のゲストですね、楽しみということで、あのコメントイエピンさんありがとうございます。6月のゲストね、この人が来るときあなたはね、清掃できなさいね。あなたはあ6月大型ゲストを企画してるんですよね。企画というか今回社自体に本人が出たいっていう話を来たのでちょっといやこれはやっぱ僕も嬉しいですよね。そういうのもちょっとね、まあね、言わない段階でちょっと何言ってんだと思うかもしれないんですけどね、まあちょっと地元の密着型でこのゲストとのもちょっと裏トークをやっぱり水郷連だけはできるっていう空気を作っていきたいですよね。そうですね、そうなんです、そこなんですよ、本来そこだったんですよ。ちょっと持ちこたえようあのゲスト1年持ちこたえようかでも本当に僕はあのこの番組始めるときに、まあ目標というか、この番組はいつ終わるのかっていうので、俺タモリが来るの来たら終わるっていう目標を立ててるんで。そうだったね、もうタモさんが来たらこの番組は終わります。ちょっと今頑張り、車で続けます。あの10月に始めたので10月までとりあえず先の見えないこの時間をでも半年持ってんのか。半年はまあ、お蔵入り会もありつつピンチもありましたいやでも人間あの人生 何やっててもそんなもんですから、はい、そんなもんですね。会社やってても、ね、店やってても、バンドやってても長い、そうです。何があるか分かんないですよ、その投資や。本当にあの使い古された言葉で言うと、山があって谷があって、うん、使い古された言葉、そして一寸先は闇です2回闇出てきたんですけど闇があって今が光なんじゃないですか今は。あの基本的に僕らあれですよね、闇まみれではありますきっと。闇じゃないよなんてこと言うんだよ闇なんですよ普段闇だけど、あのやっぱこういうラジオの時とかライブの時は精一杯輝こうっていう、うん、光を放ちたいからがゆえに、うんなんかもぞもぞしていた。ちょっとライブ告知していいですか。じゃあ、あもちろんです。なんでかってちゃんとやってるよってことやっぱ言いたいです。ライブ告知、まあ、したかもしれないですけど、そしてあとすいません、あのライブ告知というか、先週ちょっとあの先週なんですけど、はい、あの覚えてます、我々に、スパークリングダサいを持ってきてくれた方、あまこちゃん、まこちゃんですよ、もちろんまこちゃんのイベント終わってますよ皆さん気づいてますか。驚くいけなかったっていう話です。言ってますか。 MVP はエリコだったっていう話を。そうですよ、 MVP エリコ見たかったな。らしいですね。ちょっとねすいませんね、私ちょっとね松山のあの飲み屋のVIPルームでのり弁食ってましたねちょっといろいろ呼ばれてですね、ちょっと歌わないといけない状況でありまして、まあまあこっちにも営業が入ったということでちょっと処理していただければいいんですけど、のり弁とシャンパンでちょっとあのちょっといろいろやってたんですけど、まあね、まこちゃんまた今度行くので、すみませんね、やついさんにもよろしくお願いします何がって感じだけど、もうこればっかりもタイミングなんで、タイミングなんで、やっぱちょっと、まし、ね、ましあるので、あと経済力、そうですね、まこちゃんがメリコさんめちゃめちゃよかった、なるほど、やっぱそうだったんだ、ねえ、経済力、やめてくれ、まあでもありますね、お金と時間が許すなら、まあでもその関連で、じゃあ、ちょっともう、せっかくの私もラジオの時間なので、告知の方をしていきたいと思います。じゃあ下田さんが今スマホで探してる間に僕も告知していいですかね。しっこ漏れそうですけども、今週も漏らして、いやダメだ、お蔵入りということでですね、本当に漏らすのやめてください。
漏らさないですけども、さん今日ズボン黒なんで漏らしてもあんまり、あとすぐ乾くんでこれ、そうそう、結果俺がめっちゃ謝ることになるんで、灰色のズボンとかだったらめっちゃ目立つんだ、グレーの、グレー今日は黒なんでちょっと大丈夫です、もうこんなん慣れっこなんですよ。とりあえずじゃあ私あの個人的なライブ告知しますね。6月3日、6月3日ですね、これもう分かんないです、誰かもしれないです、西川との滑れない話ひとしパーティーひとしバースデーボリューム7、2会場同時開催サーキットイベントということですね。ですね、何も分かんないです、あの全然頭に入ってこなかったです今でしょうね、絶対知らないでしょうね。これ場所がですね、新宿のサイエンス&ヘイストっていうライブハウスの通過場、サイエンス、はい、サイエンスしてんの、してんの、私はね、向こうのね、バンドにボナシーというかルナシーのコピーバンドのボーカルで呼ばれましたジャメブというバンドでちょっと出てきますので、6月3日新宿の、サイエンスということで、いや本当これ聞いてる方、この告知はいいのか、新宿で爪痕を残してください、ラジオでは本当全国誰も知らない、なんだバンド名も知らないですよ、俺一人ボーカル歌うだけでいくんですよ、すいません、続きはですね一服トイレってきますな、もうちょい今でいすいません、じゃちょっと僕も告知しといていいですか。あ、どうぞどうぞ。僕がやってるニードリードユーザー、実は次6月11日にレミーズでエイムレス主催のイベントがありまして、そちらに出演させていただきます。あと7月のえ7月10日か10日、ワンチャイコネクション企画の昼から桜坂セントラルでやる、セントラルもう朝10時半とかからのやつですよね、うん、が今決まっておりますね。あ、じゃあかな、僕もちょっとじゃあ告知していいですか。はい、アイパー僕は元気にやってます一番素晴らしいことで、これ聞いてる俺のお母さんとお姉ちゃん、俺元気にやってますなんか先週も俺いなかったから LINE 来て、ヒート休んでたんだねって母ちゃんから LINE 来たから今週いるよ、いいね、あったかいアットホームな、本当に人情味あふれるラジオですよ、うん、あとまあ告知というか、まあ7月宮古ですね、これは僕も出ますんで、これはもうもちろん宮古水強連ですから、宮古はもうだから年に1回ぐらいは行きたいですね、行きたい、だってもう県内ですからね、行ってしまっても飛行機3、40分で着くし、で、あと宿もどうにかなるし、別に外で寝ればいいし、最悪うちも実家あるんで、うん、だこれを皮切りにで、このラジオも1周年が10月にあるんで、そこでも何かイベントを打てたらなと、さっき下野さんと飲みながら、そこはもう盛大に行かないと、やっぱり1年でもうこれはもう最初のアニバーサリー、なんかどっかいいとこで沖縄アリーナで、沖縄アリーナやりましょう戻ってきました、一周年記念沖縄アリーナ、青ざめながらライブする、もうアリーナの中央でライブするって中央みんなが見下ろしてる、奥田民生が広島市民球場でやったみたいなあれいいんじゃない本当にやろう、あのスタイルで、でビップルームをめちゃくちゃ高い値段でちょっと設定して、もうでそこで元を取る、もう高さんに買ってもらって、高さんですね、吉田さんとか、吉田下木さん、吉田下木さんと買ってもらってやってみましょうかということで本日、放送のですねスポンサーの方はもちろん、これスポンサーが毎回この支えていただきますね、スポンサーありきですか僕らは、今回の宮古水郷連というのはね、ポンジーと水郷連の共同主催ということでやってますので、そうですよ、ポンジーの方もよろしくお願いします、はい、沖縄水郷連の明日は会社を休みます、この放送はあなたの美と健康を紡ぎます、新都心アメク楽市リューボ裏手エステティックサロン併設ポンジー整骨院、以上の提供でお送りしております。いや、yeah.どうすけ、ちょっと俺のこのさっきの曲流しつつエンディングを流したという、ちょっとレベルがアップしてきているいやいいね、いやでもこのラジオも今日あと1分なんで、1分
来週のテーマは友也さん何かありますか。来週はもう5月が終わるということで、はい、あれ今週のテーマ何だったんですか。一応宮古島って言ったんですよ選手2人は。まあ言うだけ言っていきましょうか。じゃあいい来週のトークテーマは、いや全然思いつかないな。来週のトークテーマはじゃあ言っちゃいけないことばっかり思い浮かんでくるんですけど。まあ一応止まない雨じゃないですか。あ、じゃあもう一回いいですか。梅雨ですね。来週のトークテーマは止まない雨っていうかは雨。来週のトークテーマは雨です。雨じゃなくて、すみません、もうちょっと具体的に言っていいですか。はい、僕の趣味に合うように、僕晴れ好きなんで。来週のトークテーマは雨なんかクソくらいじゃコラですね。あの、すみません、感情まで限定します。あの、雨がいい、あの、しとしとと降る雨を窓から眺めるのがいいみたいなとこいらないです。雨なんかクソトークですね。結局、毎回トークテーマを無視して喋ってるだけです。まあいいです、一応言うだけ言っておきます。